シンフォニアはギリシア語のシンマイナスフォーンを語源とするイタリア語で元来は漠然と合奏曲を意味する言葉である。公共曲と同語源であるがバロック音楽の分野においては主として声楽作品中に挿入された合奏曲を指す用語として用いる。なお公共曲を指す場合は英語ではシンフォニー、ドイツ語ではシンフォニー、または ジンフォニーの表記を用いるが、いずれも本校の意味ではそのままシンフォニアを用いる。イタリア語ではその区別がない。バロック期にイタリアで始まったオペラの中で歌唱を伴わない器楽の合奏による楽章をシンフォニアと称した。助曲としてのものが代表的だが、場面の切り替わりにそうされるような感想も含まれる。これが後には次第に長大化して独立し、 古典派音楽に至り公共曲へと発展した。バロック音楽においては、オーバーチャーといえば、もっぱらバレーや、フランスオペラなどに用いられる、フランス風樹曲の形式を指し、同じくオペラなどの冒頭の合奏曲であっても、シンフォニアは、主に、イタリアオペラとその流れに連なる、声楽作品において用いられるという区別があった。イタリアオペラの形式を取り入れたオラトリオや、カンタータでも、 同様の形式で用いられるようになった。当時オペラが普及しなかったドイツではカンタータ中のシンフォニアが多く作られた。ヨハンゼバスティアンバッハの教会カンタータ中には、秀逸な作例が多数あり、声楽の楽章に織り込んで2楽章以上のシンフォニアが挿入されているものもある。これには世俗音楽として作った曲を転用したり、 その逆の転用を行ったことが確認できるものもある。例えば、おそらく、経典時代に作曲された、異質応募へ競争曲 BWV1053A は、楽章をばらして、協会カンタータ BWV49 と BWV169 のシンフォニアに、編曲転用され、さらにチェンバロ競争曲 BWV1053 として、 再び編曲されたことが推測されている。バッハのインベンションとシンフォニアやパルティータ中の楽章など鍵盤楽器の独奏曲にもシンフォニアという言葉が用いられるが、この場合は多声部を含むポリフォニーという意味である。語源が同じで、なおかつ同じバロック音楽における用語であっても意味合いや楽曲形態としては全く異なるものである。ありがとうございます。